に出てきます。この弓継ぎという演目はおじいさんと狐と、そして最後に漁師が出てきます。おじいさんは田んぼまで出かけていきます。私たちは弓と呼んでいますが、物差しのようなものを田んぼに置いて、どこへ苗を植えたらまっすぐきれいに植えることができるのか、それもするわけですね。そこへ狐が出てきて、おじいさんを化かそうとするわけです。でもおじいさんはそれに気がつきません。一生懸命、農作業を続けようとするわけです。そのおじいさんが騙されていることに、なかなか気がつかない。そこへ漁師が出てきました。漁師はこの狐を仕留めるために出てくるわけです。先ほどの漁師と違って、今度は火縄を回しません。鉄砲もそっと持ったわけです。つまり狐に見つからないように鉄砲を隠し持つ、そういったような持ち方で出てきます。おじいさんは一生懸命するんですけども、狐にもてあそばされて、そういう状況ですね。漁師が狙いを定めました。漁師のドンという声で、狐が撃たれて、この弓釣りという演目は終わりです。